朝一スクープです。今朝はこちらです。はい、福岡の憩いの場として人気の渓谷公園なんですが、夜になると若者が集まっているんだそうです。はい、まあ、特に、まあ、ある若者たちに今回は注目してお伝えしようと思います。はい、その若者たちはなぜ渓谷公園に集まっているんでしょうか。そしてどんな子たちがいるんでしょうか。お昼過ぎの渓谷公園です。子連れで賑わっていたり、中には軽食を取りながら休憩している人たちもいて、穏やかな渓谷公園の様子が伺えます。福岡の憩いの場として利用されている渓谷公園、しかし夜になると雰囲気が一変します。家に帰らずに渓谷公園で集まってわちゃわちゃしてるっていう、その人たちのことを通称渓谷界隈って言ったりする。だいたい10代後半が多分多い。渓谷界隈っていうグループがあって、はい、東京とかでもあるじゃないですか、そういうなんとか界隈みたいな。はい、東京でもあるんですか。はい、の渓谷バージョンみたいな。こんなの。渓谷界隈って書いてある。その若者たちは通称渓谷界隈と呼ばれていました。 SNS などにも投稿されていて、福岡の若者たちには広く知られている存在のようです。金曜日、時刻は深夜0時半を迎えるところです。公共交通機関は完全に途絶えて、渓谷公園には若者たちが集まってきました。終電がなくなっても帰らない若者たち、その中でも10人ほど集まっているグループがいたので話しかけてみました。家とか帰んない。いや家がないやつが多い。いや、娘の東横会はわかります。そんな感じ、みんな言えないやつが多い。深夜1時を過ぎているにもかかわらず、何をするわけでもなく友達と話し込む通称渓谷界隈と呼ばれる若者たちです。渓谷界隈は一番下が11から一番上が29まで。皆さんは18、こちら17、18の代の時間。で、朝の7時とかまで帰ります。朝の7時が大体させるので寝泊まりはどこでしてるんですか。いろいろ家を転々としてるんで、友達の家、ホテル、なんか借り部屋みたいな。去年10月頃から集まっていたという渓谷界隈と呼ばれるグループ、しかし当初からいるメンバーはそもそもただの仲間の集まりだったといいます。渓谷界隈は自分たちで言ってたわけない。そういう格好が好きな子たちで集まって遊んでたら勝手に渓谷界隈って言われ始めて、渓谷界隈って名前がついたことによって、そこになんかそういう家出少女たちが群がるようになって、なんか治安が悪くなっただけで、家行ったのに分かります。知らない人が出ましてみたいな、なんか知らない人たちが話してるところに自分も入り込んで、そこで仲良くなったやつらが渓谷界隈しました。もともとは同じ趣味がきっかけで無料通話アプリでつながりました。それから少しずつ家出してきた子たちも集まり、人数が増えてきたといいます。そんな若者たちに少しでも居場所を作ろうと、ある活動をしている女性がいました。ここ目の前に置かれてますけど、これ今何されてたんですか。これは夜回りをして、会った子たちに配るお菓子を今準備してました。お腹空いてる子とかもいるので、お菓子配ると喜ばれるので。普段は不登校の子どもたちの家庭教師などをしている藤野さん、毎週末の夜は渓谷公園に足を運んでいます。渓谷界隈と呼ばれる子たちの多くが未成年ということもあり、ナンパや犯罪に巻き込まれる危険性もあるため、注意喚起の意味も含めて見回りをしているのです。その居場所を作りたいなっていう目標があるので、居場所と聞いてイメージするものはとかっていうふうなことを聞いたりとか。アンケートに答えていたのはほとんどが10代。そこには働いている場所や居場所と思える場所などが書かれていましたが、しかし実家が居場所だと答えた若者はほとんどいませんでした。大人はあんまり信用できない子たちも多くいるので、難しい面もあるんですけど、徐々にこの相談とかをしてくれる子は増えてきました。どのような若者たちが相談しているのか、藤野さんと一緒に渓谷公園を歩いていると、おじさん
出会ったのはもげちゃんという二十歳の女性。半年ほど前からよく毛後公園に来ているといいます。友人、あと人間関係でいろいろあって、その時にその周りの大人たちはいじめとか何回話しても聞いてくれなくて、助けてくれなくて、信用ができないです。なんかなんでその時に言ってくれなかったのって、逆に怒られちゃって、何言っても無駄なんだなって仮に母親としてもそういう面では頼らない方がいいのかなって。学生時代にいじめにあったというもげちゃん。しかし親に相談しても助けてくれず、逆にもげちゃん自身が悪いと言われ、大人を信用できなくなったといいます。価値がないって初めて言われた。どれだけ頑張っても褒めてくれる人もいない。存在理由が消えていく。引っ越す前の18年間を思い出すたび、知らない人の思い出見てるような感じ。親元から離れるため、長崎の高校卒業後、福岡の専門学校に進学。知り合いもいない日々を過ごしている中、毛後界隈に出会ったのです。一時的な避難場所って私は思ってて、正直毛後界隈に来たとしても問題は解決しないし、一時的な居場所でしかないから。毛後公園に集まるようになって、いい方向に変わったという若者もいました。自分が引きこもりで、幼なじみしか友達がいなかったんですよね。家族以外とか友達以外だったら、もうなんか全然喋れてなかったんですけど、今は全然もう普通に喋れるようになったんで、そこ変わったなって思います。中学までは引きこもっていたため、友達が増えず悩んでいた天地ちゃん。そんな中、誰でも友達として受け入れてくれる毛後界隈で、一気に交友関係が広がりました。毛後に来て良かったなって思ったのは、どんなことが良かったと思いますか？友達がいっぱいできました。前は4人ぐらいしかいなかったけど、今は50人以上います。毛後界隈が心の拠り所になり、友達ができたことに安心感を得る若者たち。その一方で藤野さんは、毛後界隈以外の社会とつながりを持ってほしいと願っています。家庭環境に課題がある子が多くて、何かしら虐待を受けていたりだとか、親と仲が悪くて家を出てきている子とか、精神的に安定するためにって依存先が複数あることだと思うんですよね。頼れる先というか依存先をやっぱり複数持っていてほしいなっていうのを思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。 KBC ニュースチャンネルでは、朝ですや知りたかなどで放送したニュースや特集をいつでもご覧になれます。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。また視聴者の皆様が撮影した動画や写真を募集しています。あなたの動画がニュースになるかもしれません。 KBC のホームページや朝ですアプリから投稿してみてください。お待ちしています。